もエイプリルナイツ広報中村です。エイプリルナイツメディア担当菅原です。エイプリルナイツのサバゲー活動として、前回は初心者の菅原さんとエアガンを買いに行きましたね。はい、そうです秋葉原の 41PX さんにお買い物に行きました。とても親切で、必要なも全部揃いましたし、すごい楽しいお買い物様子も動画で記事になっているんで、はい、そちらの記事もぜひ見てほしいですね。はい、そしてエアガンなどの装備品が揃ったということで、今回はエイプリルナイツの何でしたっけ、社員全員でちょっとこちらの千葉にあるサバゲーフィールドビームさんに遊びに来ました。はい、ということで、社員の紹介をしていこうと思います。まずベテランのダスクさん、はい、よろしくお願いします、はい、今日は久しぶりの参加ということで、まあ、全員やっつけるように動きたいと思います。よろしくお願いしますイエーイイエーイはい、次は私の同じサバゲー初心者の2人なんですが、なんとサバゲービートビームさんには初心者のために格安で一式揃う、ビギナーパックというのがありまして、この2人なんとほとんど借り物でこんなに価格が合ってます。ぜひ初めてサバゲーやる方はこのビームさん来てみるのをご検討ください。こんなところに原田さん原田さん初心者ですよね、はい、すごい装備めっちゃ揃ってる。かっこいいじゃん。初心者のが揃ってるってことですか。イギリスで、あ、うん、おー、よき、うん、SS ですか。そこら辺はね、わかんない。企業秘密、軍事機密。はい、完全メモンか。デザートイーグル。デザートイーグルです。おー、かっこいい。もともと僕そんな重いものを持って走るのがちょっと苦手なんで、まあ、ハンドガン1本でこれだけでも十分楽しめるんで、もし重いものがちょっと苦手だなっていう人は全然ハンドガンだけでもおすすめです。だそうです。エキスコ、あ、すごい、なんかサイト、え、これどこの感じですか。すげえ、すげえ、すげえ、めっちゃまっすぐ行くやん。なんだ長物。やばい、めっちゃいい。それだけ打って、よろしくお願いします。長物いいっすね。赤までの距離だと、やっぱ届かない。頭がなくなったんで、マガジンキャッチャーとして外して、で、変えて、山狩りになっちゃうんですよ。あー。変えて、で、ここ。で、これ。あっちの手前のやつの部分がいいんですけど。通しいいぞ、しっかり通ってる。はい、第1試合目のルールを説明します。ゲームモードは殲滅戦、ルールも至ってシンプルです。レッドチーム、イエローチーム、各5人ずつに分かれ、先に相手チームを全滅させた方の勝利です。弾が一発でも当たったらアウトです。例えば跳ね返って当たった弾、銃に直接当たった弾など、自分の体、エアガンに弾が触れたら全てヒット判定です。当たったのにもかかわらず申告しないとマナー違反なので気をつけましょう。エキスコ、はい、じゃあこれをお借りして、広い、よし、行きましょうか。よし、そうだから遠回りしてやりますねって言ったら OK ってそのまま一人やってついてたんで、もろバレでかわいそうって思いながらそう、俺がいるところに絶対できるから。 OK でーす。 OK でーす。ここまで
原田さんにフォーカスします。俺こけるよ。何ですか。牽制牽制見えない、右注意。ナイス。ヒット取ります。ヒット取ります。うわ、怖っ。大丈夫？カメラマンがやられた。おお、大丈夫。滑りそうですね、確かに。右ワンカット、右ワンカット。あともう一人奥にいる。うわ、怖っ。
あと誰が残ってんの。おお、えい、どうでした。いや、まじ白川さんぶっ潰します。午後白川さんぶっ潰します。はい、次の試合のゲームモードはスパイ戦。基本は殲滅戦と同じく各5人ずつに分かれて先に相手チームを全滅させた方が勝利ですが、スパイ戦では試合開始前にこっそりくじ引きで各チームに1人ずつスパイを決めます。スパイは最初は仲間のふりをしているので誰がスパイかは分かりません。そして試合開始1分後からスパイは敵チームを勝たせるために行動を始めます。一体誰が裏切り者のスパイなのか、スリルのあるゲームモードです。エキスポ。はい、じゃあガッキーさん、これスパイ戦というやつなんで、はい、これで裏切り者を決めて、はい、はい、でさ、ガッキーさんどうでしょうね。はい、楽しみ、はい、一般のお方です。はい、次の方待たせたな。はい、3分の1です。俺がこの一番でかいのを選ぶぜ。はい、2択です。おお、当たり外れ、完封です。スパイではない、普通のお方です。普通のお方、普通のお方です。スパイじゃないんだよな。ほらー、はい、やばい、これで。じゃあ次、黄色のチームを、うん、読んでもらおう。おー、来た来た来た、はい、完封。はい、おー、完封ですね。スパイじゃない、スパイじゃない、完封です。どうぞ。あー、はい、完封です。完封です。一般人です。普通です。一般ピーポーです。出るとスパイです。どっち側の。パンピーです。一般人です。ラスト1本です。選択肢なし。服がこれはスパイです。なるほど、ぶち殺す。僕ミッションたまります、はい。はい、次のルールは、はい、もっと詰めて、集まって。はい、誰が、これ5人の中に裏切り者います。個人的に誰だと思います。はい。はい、誰。え、おい、これワンナイト人狼か、お前。僕スパイ。あ、なるほど。回答しよう。なぜ今言った。じゃあ、いや、これ完全に乗ってくる流れだと思われてたりました。俺もみたいな。最初の1分仲間なんで、そうだ、1分経ったら行きましょう。じゃあ、一番前に行ってもらって。そうですね。逃げしてくれれば。あ、そうです。逃げるしてもらったらいいよ、その間に。板の上の人ですよ。僕は前でいいですけど、後ろは任せますよ、後の3人。ああ、いいっすよ。容赦なくですけど、うん、ひどい。スパイじゃないですか。スパイじゃないですか。まず全員で打つ。このチーム、スパイ以前にチームワーク悪いな。じゃあ準備 OK ですか。 OK です。準備 OK です。装填心理戦かけてるだけなんで気にしないでくださいよ。声に惑わされないようにしてください。うまいスパイ、多分適当にあの人スパイですって言い出すかもしれない。そんなことある。まあこうやってね、スパイがこういうこと言って自分スパイからアピールするんで。違う、確率考えて。確率一番最後だから。じゃあインタビューしようかな、一人一人。誰が怪しいと思いますか。いや、私はやっぱり若すぎかな。なんで。いや、そうですよね。今朝もなんか不安を売りたいって言って連絡よこしてこなかった、ちょっとそういったいたずらっぽいことがあるんで。違う、どうやって今なんか声に騙されないでってちゃんとスパイじゃないアピールしてるじゃん。なんか今日よく喋るじゃん。自分はでもこの縁の中にいない原田さんだと思う。でもこうやってスパイじゃないアピールして実はスパイでしたっていうんでしょ。違う、考えても5回4回でもう引かれてるスパイは。じゃあどう？リンタロウは？オッケーでーす。リンタロウどうですか？若杉さん？もちろん。アップルミント。すぎでしょ。このチームダメだ。全員と。原田さんは？スパイじゃないけど音。全員スパイか。全員スパイ。もうスタートしてます。スタートしてます。なんでなんで。
スパイ活動開始。左斜め正面の小屋にいると思う。あと何人残ってるんだ？南雲さんどうした？南雲さん。南雲さん、キッタ誰？キッタです。キッタ食べます。キッタ食べます。誰かやられた。ということはイエローチームが全滅。レッドチーム若杉さんまだ生きてる。イエローチーム全滅。タスさんがスパイ。長杉うわやった気持ちいい。ナイスです、スタッフさん。あざーす。やばっ。やばー。エキスコ。はい。いやー、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ちょっと待って、誰はい、どうも。エイプリルナイツ、メディア担当、菅原です。菅原さん、どうも。初めまして、深村です。はい、よろしくお願いします。勢いにおります。はい、ということで本日のサバゲーが無事終了しました。いや、よかったです、いやでも本当に初心者勢も結構いたんですけども、はい、経験者勢がみんなで協力して教えてくれて、はい、めちゃくちゃ楽しかったです。いや、よかったです。素晴らしい。はい、じゃあそうですね、はい、せっかくですからうちの経験者勢から1人と、はいはい、今回初参加勢から1人ちょっとコメントもらいましょうか。お、そうしましょうか。よし、じゃあ、はい、カモン、どうぞ。じゃあ経験者勢からいきましょうか。はい、はい、今回は、まあ、13人ですかね。13人ということで、まあ、珍しくこんなに人が集まって、まあ、初心者の人も銃の打ち方もわからないっていう状況からスタートしましたが、まあ、最後皆さんすごくいい動きをしていて本当にまたやりたいなと思いました。ありがとうございました。よっ、よっ。はい、はい、楽しかった。すごく楽しかったです。あ、よかったです。メンタル意識聞かれてもガチ。
シマになったし、しかも強かった、うん、強かった、かなりかなりヒット取ってましたね。運動してこない人生だったからすごい心配だったんですけど、すごい楽しかったです。よかったよかった。実は僕今日ヒット取ってないんですよ、スパイでしか。いや、スパイの時にすごい生き生き、いやだからやっぱすごい筋が良くて、うん、まあ、ちょっと練習したいなと思いましたね。本当これ思った以上に別に初心者でもちゃんとルールを教われば安全に楽しく遊べる上に、いつもオンラインでは集まるけれども、やっぱうちの弊社としてもこうやってオフラインで顔合わせ盛り上がるのは超楽しいんで、普段見えない顔っていうのどうしてもあると思うんですよね。ありますあります。そういうところも見れるっていうのは本当にやっぱ直接集まって遊ぶっていうところですかね。でこれ直接会うと多分今晩とかまたやろうぜって言って、なんか一品するとまた楽しいみたいな。ホライン弊社として全然どんどん押していきたいな、サバゲー。いきましょう。じゃあ野外フィールドって体験したら次はどんなコンテンツありますか、中村さん。次は屋内フィールドとか、あとは屋外のフィールドでももうちょっとこのブッシュが少ない感じの平地のフィールドとかに行ってみたいなとは思いますね。そうですね、はい、でも今回のビームさんも5つの日のうちたった1つしか見たんで、はいはい、まず4つも我々に体験フィールドは。しかも定例会というそのお一人様がでも参加できるのに、うちの UK の人間で数人で集まって遊びに行っても全然いい。あ、それはすごくいいと思いますね。めちゃめちゃ良かった。またぜひ遊びに行きたいと思います。はい、はい、今回のエキスポエブリナイツサバゲームは千葉のサバゲフィールドビームからでした。イエーイ。